はい、どうもみなさん、こんにちは。千代田浩です。なおかげさま、覚えて帰ってください。ということで、今回ですね、シャンブルズスモーカーを、久々に使っていこうかなというところで、まあ、非常に PS のいるキャラですね。まあ、性能としましては、まあ、能力者に強い。そして、まあ、その、スモーカー特有の気絶不要っていうところで、まあ、環境的には、まあ、ゴブゴブといったところでしょうか。まあ、マルコだったり、ヤマトを止めれるっていうところはいいんですけど、まあ、いかんせんシャンクスが多いんでね、厳しいんですけど、あと、ロジャーとかね、はい。まあ本当にね、そのなんすかね、スペック通常攻撃とかスキルっていうのはまあめちゃめちゃ弱いってわけでもないですけど、でも強くはないんですよ。で、そこを補うのはやっぱり PS なんですよね。特性自体はね、そこまで悪くないんですよ。よろけ無効化あったり、能力者キラーであったりね。まあなんでそこを今回お見せしたいなっていうところで、今もぼちぼち火力入ってましたしね、そのヤマトに対してアタッカーなんですけどね。今のは僕が通常連打してしまったんでダメダメなんですけど、まあなんで本当に、まあいいキャラですよ、ぼちぼちね。で、最後の試合がね、結構ね激アツなんでね、ぜひ見ていただきたいなっていうところで、このシュガーにジッテランブはなかなか勇気いりますよおもちゃなるかもしれないんで、でここは回避使ったんでオダブツという方感じであるんですけど、で裏はまあその上司のね、超上司の赤犬を用意しました。はい、てな感じです。でね、僕最近実はね、新しいアニメを発掘することに熱をね入れてまして、すごいね見てるんですよ。で、もともと好きやったんですけど、ちょっと欲がねあんまなかったんですけどね、ちょっと最近出てきて、で何作品か見たんですけど、まず一つ目がですね、その着せ替え人形は恋をする、まあ着せ恋っていうアニメなんですけれども、まあ女子高生がこうなんすかね、なんていうの、コスプレをするような、まあコスプレするような、もうコスプレする、まあ、コスプレがこうメインのまあお話なんですよ。まあぼちぼち面白かったんですよ。絶賛ってほどでもなかったんですけど、まあ第2期あれば見たいかなぐらいには面白かったんですよね。で次に見たのがですね、カッコーの許嫁っていう、まあ、これもそうか、まあ、ラブコメなんですけれども、これはね、なんかね、そこまでね、最初面白くないですよ、僕的には。なんか設定もちょっと無理があるかな、みたいな。でもね、こう、見続けちゃうんですよ。なんかね、見る目が、なんかね、目が離せないっていうか、なんかね、引きつけられるものがあって、まあ、何よりヒロインが可愛いっていうのもあるんですけど、それ結構大きいんですけど、っていうところで、まあ見てたんですよ。まあ、それがまあ24話か。はい。で、ぜひね、それもまあ2期あれば見たいなって感じで思ってて。で、2年ぐらい前の作品なんかなと思ったら、先月、なんなら完結した。完結っていうか、その第1期が終わった作品だったんで、超最近の最新作だったんですよ。まあ僕、Netflix で一気に見てるんで、そういうの知らないんですけど、まだあったんで、まあまあまあ、2期あれば見ようかなぐらいで思ってて。で、最後に見たの、これがもう絶賛やったんですよ。めちゃくちゃ面白かったんですよ。弱キャラ友崎くんという、アニメなんですけども、これがまあ面白い。まあ、友崎くんっていう、まあ、男子高校2年生の、まあ、主人公がいるんですけど、まあ、彼はですね、トップゲーマーなんですよね。非常にオタクなんです。ゲオタなんですよ。まあ、現実世界でいうところのスマブラあるじゃないですか。まあ、あれの、もう、トップランカー、もう、第1位みたいな。誰も彼にはかなわない。まあ、そんな人なんですよ。で、その人に、学年1位のね、もう、運動も、勉強もできる。で、見た目もいい、可愛い女の子。ひなみあおいっていう女の子がいて、まあ、その子が、まあいろいろね事情があって、その主人公男の子、名前はちょっと忘れちゃいましたけれども、まあ彼に対してリア充になるためのまあ、術をこう教えるんですよ。まあ現実世界はそんなことってまあありえないかなと思うところあるかもしれないですけど、ちゃんとね裏付けがあってね、まあそこはそこ理由があって面白いんですけど、でそれはアニメが面白いかつ結構勉強になるんですよ。っていうのも、その学年1位の葵ちゃんがそのゲーマーに教える、まあ
リア充になるってことは、とりあえずこうコミュニケーション能力をやっぱ取らないといけないじゃないですか。で、まあオタク特有のちょっとこうたどたどしかったり、まあ会話が続かなかったりっていうのが、まあ、あるじゃないですか。なんかこうイメージ的にね。で、まあその主人公もそうなんですよ。で、主人公の名前思い出しました。アニメの名前でした。友崎くんです。はい。友崎くんって言うんですけど、で、その、ね、修行させられるんですよ。いろいろ。コミュニケーションを能力を上げるために。で、それが、割とね、勉強になるんですよ。僕自身も別にそんなコミュニケーション能力高いわけじゃないんですよ。なんか、例えばね、友達とかとこう輪になってお話しするときって、だいたい2パターンに分かれるじゃないですか。話題を作る人、提供する人と、で、それに対してリアクションを取る人だったり、もうその2つに分かれると思うんですけど、僕は圧倒的後者なんですよ。あんまり話題を出すとかっていうことはできないんですよ。なんかそこら辺の能力が僕全然なくて、いつもまあそれにね、対してのこう、リアクションだったりとか、まあ、それに、ちょっとこうなんかこう、まあボケたりとか、なんかそういうのはできるんですけど、まあ話題を提供するっていうのはね、ちょっと、まあ千代田できなくって、まあなんで、ちょっとそこら辺もね、結構勉強になるんですよね。なんで、まあもしね、この僕の視聴者さんの中に、ちょっとこう、脱を足したいとか、あとは、まあ純粋にコミュニケーション能力を高めたいっていう方がいらっしゃったら、弱キャラ友崎くんはマジでおすすめっす。本当に面白いし、まあヒロイン可愛いし、まあそういう勉強にもなる部分はあるんでね、非常にいいアニメだなと思いますね。はい。これ、落ちてくると思ったんですけど、ダメでしたね。はい。で、またロジャー来るんですよね。もう嫌なんですよ、ロジャー、あいつの。まあ通常振ってる僕が悪いんですけどね、これは。で、まあロジャー、まあ厳しいんでね、こうシャンクスがこうパーって来てくれたんでね、これは本当助かりましたね。はい。まあ、急に話変わりましたけれども、まあなんで、いいですよ。友達くん、おすすめです。マジで。これはね、いいです。っていうのを、だいたい2週間ぐらいで見たんですよね。だから、キセコイで12話、カッコウで24話、友崎くんで13話、49話ですね。もう、これをね、2週間ぐらいでね、ビャー見たんですよね。まあ、その通勤のね、途中だったりと、まあ、電車の中とか、まあ、仕事休憩中、家帰ってからとか。まあ、だから、あんまりね、バウンティできてないんですよ。バトルポイントが足りないって言ってるのは、それもね、理由の一つなんですよね。本当に、やらなきゃいけないんですけど、なかなかね、ちょっと最近アニメ熱がね、すごくって。まあまあ、バウンティーもね、いろんなキャラで潜ってるの最近楽しいんですけどね、本当に、キャロットとか、勘十郎とかね。勘十郎ね、マジでね、特訓組み込んだのかな、ほんまに。今、誰だっけ、今ね、レッドナミとオソマスクと、あと、誰だっけ、あいたやつ。テゾーロやってるんですけど、テゾーロ、どけようかなってぐらい考えてるんですよ、マジで。それぐらいね、ちょっとね、魅力的なんですよね。僕には、そう見えてるんですよ。まあ、皆さんもね、勘十郎の動画を見てなかったら、マジ、さっき見てほしいです、本当に。本当におすすめなんで。楽しい。やっぱ普段使わないキャラ使って、で、ゲッターなんで可能性があって、裏取りもできるし、クロスミ夕立ち絵図もできるし、いいんですよ。で、こっから、今回のね、主役、シャンスモがね、活躍するかな。なかなか厳しいんですよね。ここですね、ここは最高潮かな。ジッテランプ、もう、ほぼ KO まで持ってきますね。いいですね、これ。ほぼ KO とかじゃなくて、KO してほしかったんですけどね、僕的には。そのミリ残しはちょっとなぁと思いましたね、僕的には。で、最後22秒ですね。結構逆転されて、で、1陣目も行かれるんですよね、オロビに。もうマジで、オロビや、このステージでね。で、まぁ、ここは確実に、抜くより、どすこいとやらせてもらって、まぁ、ここ抜くんですけど、もうあとはね、味方が抜いて、まぁ、僕が抜けば、勝ちという、まあ逆転というね、いい試合でした。ほんとギリギリでした。はい。という感じの、3連戦でした。いかがだったでしょうか。はい。ということで、シャンスも3連戦だったんですけれども、ごめんなさいね。ほとんどアニメの話にね、僕の趣味の話になってしまったんですけれども、まあブーストもね、まあここら辺まで振って、まあこれ攻撃に振りたかったんで、今こっちはね、開けてないんですけども、まあてな感じの、なってますね。で、まあ、これですね。キャラタイプ、能力者の敵に対抗し、与えたダメージが 10% 増加と。これね、20% 増加ぐらい与えていいと思います。はい。
でスキル短縮もね 5% ぐらいあっていいと思います。もうどん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 なんかもうちょっとね豪華にしてほしいな。僕はチャンスも可能性あるんだね、やっぱ能力者キラーっていうのは絶対今後ね、まあ今ちょっと非能力者多いですけれども、またねあの黒ひげだったりとか、まあルフィのニカバージョンですか、キサルキとかね、まあなんかこううまいことやってくれたらねいいかなっていうふうに僕思ってます。はい、まあなんで未来あるキャラなのかもしれないですね。はい。で、キャラタイプはいつも通りこんな感じになってますね。はい。で、僕の赤いのはいつものこんなゴーゴーって感じですね。はい。そんな感じで、今回ね、ここら辺で終わりたいと思います。お相手は、千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。